吹上宿塾、吹上宿は、日本の近世にあたる江戸時代後街道の一つ、中仙道で、旅人の休憩場所として利用されていた間の宿、休憩用の町場であった。また、近辺にて、日光脇王館が交差していた。所在地は、江戸期には、東海道武蔵区にあ立ち吹上郷吹上村、現在の埼玉県河野寿市にあたる。吹上は、 間の宿として発展した中仙道六十九時のうち江戸日本橋から数えて七番目の宿場である高野巣宿と八番目の熊谷宿との中間地点に位置する街道沿いの集落路村であった吹上村に起こった高野巣宿熊谷宿間は四里六町四十6丁40件 116.4km と他の宿場に比して距離が開きすぎていたことや吹上から熊谷の間は 長戸手で結ばれるなど難所であったため、旅人の休憩地の需要に伴い発生させたものであり、茶店や土産物屋などが軒を連ね、小規模ながら間の宿として繁栄した。吹上げに関連する近世の交通路は、第一に、五街道の一である、中仙道、ついで袋村、大技袋を通る日光脇王館、大足村、大技大足吹上げ村、大技、 吹上を通過する日光日の坂街道、日光浦街道というがある。後に北は日光道将軍へ、南は八王子塾付近の八王子千人町につながる、日光脇王館が整備されると、吹上村は中仙道と日光脇王館の追い分けとして、交通の要衝となり、吹上は日光脇王館の追い分けそして中仙道の間の宿として発展した。 大野ノ宿、熊谷宿間では遠距離であったため、吹上村は代表的な立場として発達した。立場は人足や籠などの休息する場所を指し、宿内の茶屋と区別するため立場という。立場は休憩できるが、宿泊は禁じられていた。新編武蔵フード機構には吹上村の記述があり、吹上村ハイドより皇帝14里。 村内に中仙道の王冠かのり手甲のすがやに宿の間の宿なり。また、多摩郡八王子編よりエア国日光山への王冠もかのりたり。民家百余4件宅派街道の左右にレンジースとある。また、五街道中裁県記には、吹上村のところに旗小屋の印があることから、吹上の宿にも中仙道の旅人と日光浦街道往来の旅人相手に、 旗小屋が繁盛したものとされる。文政八年、1825年の諸国道中商人館には、菓子おろし、飲食、休憩所小間物など7件が紹介され、中には、吹き上げご本人門前の文字が見られる。近世後期には、大名などが休息する、茶屋本人、ご小級未本人も出現していたという。江戸幕府は吹上を、 宿液の制度維持の上から、元宿保護のため館の宿には色い々ろいろ制限を加えた。間の宿には旅人を宿泊させてはならぬとか、宿場女を置いて客を引いてはならぬなど、厳しく取り締まったという。吹上周辺では、文化年代幕府の道中部業所が、実地の測量や調査を行った上で完成した中仙道分館のベーズには、 全砂村中仙道の両側にはっきり一律化が描かれ、塚上には、えのきのよく茂った図を描かれている。しかし、明治以後、交通機関の発達、道路の拡張により一律化は取り除かれたが、前砂の一律化がいつまで残っていたか記録はないという。吹上の本陣は、宿液設置当初からの本陣ではなく、参勤交代による諸行の上布帰国東海道の、 往来が頻繁となり、必要上設けられたものである。吹上げの本人の記録には、幕末文青年会後、千18 1818から28の観光である、吹上げ大田和夫の中仙道昇華公明録に、吹上げ本人、記載屋とあり、なお、文久元年、1861、和宮様御下校御用流に、吹上げ村御本人見聞、吹上げ村御本人並み、 中仙道王冠筋で北海見分、和宮様ご下降来る11月12日、熊谷塾泊まり、翌日吹上村お休みを通りともとうの記録があると言う。吹上のご本人は宿泊の本人ではなく、ご小休みの本人であったという。元禄七年、1694年、東海道、中仙道の宿場に女人場を出す村々が割り当てられ、 スケゴが制度として確立された。この役を負担させられた村々を助合村、または、スケゴと言い,い、この役を、スケゴ役、金と呼んだ。スケゴが定められると、助合村と、スケゴ高を記した、助合町が下フされたというが、吹上村周辺には、この記録はないという。中仙道高の主宿、熊谷宿にほど近い吹上周辺の村々は、 女豪村に割り当てられたと思うが、詳細な記録は見当たらず、部分的な記録が残されている。旧吹上町の町域には、中仙道が南北に通っている。近世の村でこの街道にかかっていたのは、江木戸村、吹上村、袋村などであったが、特に、吹上村は、八王子から入間、引き方面を抜け、荒川を渡り、日光方面へ抜ける王冠八王子千人。 道進道との交差点にも当たっており、宿並みを形成していた。吹上は、魔の宿として発展した。中仙道六十九寺のうち江戸、日本橋から数えて七番目の宿場である河野巣宿と八番目の熊谷宿との中間地点に位置する街道沿いの集落、路村であった吹上村に起こった野巣宿。熊谷宿間は四里六町四十軒。 キ1 6 4 k m と他の宿場に比して距離が開きすぎていたことや、吹き上げから熊谷の間は長戸手で結ばれるなど難所であったため、旅人の休憩地の需要に伴い発生させたものであり、茶店や土産物屋などが軒を連ね、小規模ながら間の宿として繁栄した。新編武蔵風土機構によると、民家百軒あまり多くは街道の左右に連単ストリ、 中仙道の宿場ではなかったが、高野巣塾と熊谷塾の間の宿として発展したという。吹上では、日光脇王館の道筋の一部が通行している。日光脇王館は、高野巣の追い分けまでは、中仙道と街道を同じくするが、ここで分岐して、脇街道に入り、袋村、吹上町大技袋、行田、上信号杉戸根川を、川又の渡しで越し、 立林、佐野、栃木、鹿沼、今市と進んで、日光街道に合流する。川又には、お師範支配の関所である信号川又関所が、設けられていた。日光への通路として、また上州、野州方面に通じる重要な道路であったという。本街道は、八王子千人同心道、または、日光浦街道とも言われている。 日光病の警備に任ずる八王子線人衆は、中略、毎年5月と11月には、定期的にこの街道を上下して交代し、日光日の晩の任に到たり、日の番主の通行は、放映年間、1704から10ラ明治少年まで、続けられたという。日光日の番街道は、八王子、坂戸、そして大足貸しで、荒川を渡って、吹上にで、 行田で日光脇王冠に合わせて、佐野、栃木、鹿沼、今市に進んで、日光街道を経て日光に通ずる街道である。吹き上げの北に位置する区下に属するものをここに示す。文献。ウェブサイト、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。